玄田は高松市北西部にある一地区で、高松市役所玄田出張所の管内。郷東町、鶴市町、飯田町の山頂からなる。かつては全域が香川郡玄田村として存在し、1956年9月30日に高松市に編入された。地区は高松市北西部に位置し、東を岩瀬大山海に接する南北に長い地区である。 人口は2010年時点で1万575人、世帯数は4671世帯で、2010年現在、横ばいか微増状態にある。面積は7.052、人口密度は1平方キロメートルあたり1494.75人と、いずれも高松市の地区の中では、平均的である。かつて地区内は、基本的に他の広がる、田園地帯であり、 山村上に民家が点在していたが、地区の中心を南北に貫く、産業道路が開通していごとくに北部は区画整理が行われ、その結果当たり道路沿いや JR 高材駅を中心にロードサイド店や住宅が増加し、高松市中心部のベッドタウンとして発展した。全域が高松平野の一部であるが、地区の東側には岩瀬尾山や清根願寺山、 そこからさらに東に向かって200メートル級の山が連続して岩瀬尾山海を形成しており、高松平野の景観を特徴づける古鉱物となっている。岩瀬尾山海の麓の地区の東端には、高東川、西端日本津川が流れている。高松市編入以前は、源田村を参照高松市の平均と比較して、第二次産業従事者の割合がやや高く、 第3次産業従事者の割合が低いが、第1次産業従事者の割合は平均的である。地区内は南部を中心に多くの農地が広がり、稲作を中心とした農業が主要産業となっている。地区の北部にあたる県道33号高松全通事線以北や、そこからし、同期太式無線までの県道176号男子、 鶴市線沿いが純工業地域となっており、食品や印刷など、市場志向型、軽工業系の工場などが位置している。北部地域では、県道33号高松全通寺線と、県道176号男子鶴市線沿いに主に、ロードサイド店舗を中心とした商業施設が立地している。地区内の小学校は、私立源田小学校が存在し、 中学校は存在しない。小学校区は、玄田小学校が、地区のほぼ全域を校区としているが、地区東部の岩瀬尾山海山上部分は、地区外の亀岡小学校の校区であるほか、高材地区の高材東町の一部も、玄田小学校の校区である。中学校区は、玄田小学校の校区が、高材地区にある私立小学中学校の校区であり、 亀岡小学校の校区は、市運中学校の校区となっている。太地の校名は、地区内に位置する学校で、それ以外は、地区内には、位置しないが校区が地区内にかかっている学校。この地区の行政サービスの中心としては、高松市源田出張所があり、各種住民サービスに対応している。またそこは、公民館も兼ねていて、源田、コミュニティセンターとして、 地域交流、生涯学習の中心となっている。上別五十音順地区内は道路整備が比較的行き届いており、他車線の幹線道路が東西に通っているなど他地区からのアクセスにも恵まれている。しかし、鉄道駅やバス路線が通っているのは、郷東町と鶴市町であり、飯田町には利用可能な公共交通機関が全く存在しない。地区内は、 佐ぬ浜街道など、高松市中心部と香川県西部を結ぶ、主要幹線道路や、中心には、高松市の臨港工業地帯と高松自動車道、高松西インターチェンジを結ぶ、産業道路が通っている。また、市、同期ふと式無線は、2018年7月2日、峰山トンネルを含む、奥の池南交差点五点八島が開通。 トンネル西側区間の用地買収が難航し、5年遅れの開通となった。これによって、それまで岩瀬尾山海が障害となって遮断されていた高松市中部との交通が、飛躍的に開けることになった。また、地区内に国道は存在しないが、北部の県道33号高松全通寺線は、旧国道11号であったほか、県道175号いがかり、 郷東線は旧丸亀街道と呼ばれ、江戸時代に高松と丸亀を結ぶ重要な幹線道路であった。地区唯一の駅として、郷東町と香西地区との境界に JR 香西駅が存在する。また、本津川を挟んで隣接する木梨地区にある木梨駅も付近にあり、鶴市町の一部と飯田町では香西駅よりも距離が近い。地区内を通る バス路線はことでんバスのイオン高松線、下笠巨、高西線、高松西光線の4線が存在する。地区内ではイオン高松線が、佐ぬ浜街道、下笠巨、高西線が、香川県道33号高松全通寺線、高松西光線が、高松市、同期太と式無線を路線としている。かつては、県道175号や県道176号を、 経由するバス路線があったが、1990年代末期までに全廃されてしまった。県道176号は、今では高松エクスプレスなどの高速バスが素通りするだけで、ある。基本的に高松市東部の前田山にある高松局を受信する。しかし、アナログ放送において峰山が障害となって、良好な受信が困難な場合は、 海を越えた岡山局を受信する。その際、NHK 放送が、高松放送局ではなく岡山放送局のものになるため、NHK 高松専用の中継局である、木梨中継局も合わせて受信する必要があった。デジタル放送では、岡山局からも、NHK 高松の電波が出ていることや、峰山を越えた高松局を受信しても、ある一定の受信レベルさえ確保すれば、 ゴースト障害が起こらないことから高松局の地震が可能な場合は、その必要はなくなる。県外派区内に主だった観光施設はない。ありがとうございます。